皆さんこんにちは。グッドモーゲン。ドイツに住むオペラ演出家ツリエツことツリアンナエツコがお送りするボイスブログ音楽のある南ドイツ生活オペラの寺子屋です。いつも皆さんご視聴いただきありがとうございます。こちらの方は YouTube でも、放送しておりますので、ご都合のいい方でお聞きいただければと思います。はい、2021年の3月にですね、バイエルン国立歌劇場で、まあ、今まだロックダウン中なんですけれども、無観客の、上演をすることになってまして、新作なの で新作というのはですね、あの曲自身はあるんですけれども、演出を変えて、新しい形で、皆様にお届けするというのを新作と、オペラの世界では言いますけれども、新作の上演があります。で、今2月なんですけど、稽古が、劇場の中では進んでまして、まあ3月にね、あるので、すごく、これはもうドイツオペラでは非常に、大事なオペラなので、皆さんにちょっとねご紹介したいかなと思って、少しずつ、お話をしています。1回目は、この作曲家リヒャルト・シュトラウスのお話をさせていただきました。2回目はですね、この大体のザック・バランナ大筋と、あの題名になっているバラの騎士とは何ぞやっていうお話を、させていただきました。今日はですね、もうちょっと詳しくですね、一幕ごとに話の内容をお話ししていきたいと思います。この間お話ししたようにですね、このオペラは非常に長いです。一幕ごとにですね、1時間以上上演時間がかかります。なので話の内容もですね、一幕ごとにかなり大きく展開をしていくので、少しずつ、見ていきたいかなと思っています。はい、昨日もお話ししたんですけれども、もう一度登場人物をお話ししたいと思います。登場人物、まあ、ちっちゃな脇役までいると相当の数この作品は出るので、舞台裏はものすごい混雑するんですけれども、大事な、メンバーは、そんなに多くないです。1人目がソプラノの歌手で公爵夫人です。名前はね、マーシャリンとか、フェルドマーシャリンとか言うんですけど、ちょっと長いので、とりあえず、公爵夫人、なんかこう一番偉そうな女性と思っていれば大丈夫です。で、2人目が男爵のオックス。この人は、結婚したいと思ってて求婚するんですけど、性格が悪くて女たらしで、ケチなんで、ちょっと嫌われちゃう人です。はい、これはバスですね。はい、その次が、オクタビアン。これはですね、若い伯爵なんですね。で、この人は、この公爵夫人と恋愛関係にあって、まあ、不倫をしているという感じなんですけど、これは非常にまだ若い男の子で、ちょっとこう恋の味をちょっと試してみたいなみたいな感じで、その暇を持て余している公爵夫人とちょっとこう相引きをするっていうような人、オクタビア。で、この人がバラの騎士役をやります。で、バラの騎士っていうのは、歴史的には存在しない習慣形式を、この作曲家のシュトラウスと台本作家の富豪ホフマンスタールが、作ったっていう話で、結婚相手のところに結婚承諾となる銀のバラを届ける騎士の役。この人は別にその届けた相手と結婚をするんではなくて、結婚したいんでそのバラを届けてくださいというですね、いわゆる郵便屋さんみたいな感じで、この特別結婚をその貴族同士でするときにはこの銀の、バラを届けなきゃいけないっていう、その習慣形式で、これもまあ習慣形式、さっきも言ってますけど、本当は、ない、習慣形式をただこのお話の中で作ってるんですけれども、それの、形式、その方法に基づいて、バラをただ届ける係の人っていうことに一応なってます。でも結局結婚したんですけどね。はい、で、そのオクタビアンは、イケメンの、そのさっき言った、伯爵です。それに、ソフィーで、ソフィーは、そのバラをもらう人、オクタビアンじゃなかった、ごめんなさい、オックス、その、女たらしの男爵が結婚したいと思っている女性がソフィーです。はい、
そうですね。で、1幕ですね。まあ、1幕の前に本当に素晴らしい、序曲があります。これ大体5分ぐらいの、序曲なので、これもね、ぜひ聴いてほしい。で、このね、序曲の中に大体のこの作品、このオペラ4時間半とか5時間ぐらい上演時間にかかるんですけど、これに出てくる大事な主要の、テーマが結構入ってて、非常に聞き応えがあるいい、序曲なので、これもよかったらぜひ聴いてください。はい、ですね、それで幕が上がるとですね、舞台はこの公爵夫人のベッドルームになってます。で、この公爵夫人の旦那さんはですね、しょっちゅ こう留守をするんですね。なんで、まあ、暇なんで、若いオクタビアンを自分の寝室に引き入れて、ちょっとこう不倫の夜を楽しんでいるっていう。で、その楽しんで朝になって、こう朝日がこうベッドにこう降り注いで、2人でまだなんとなくイチャイチャしてるっていうシーンで始まります。結構、ちょっとドキドキするシーンです。で、このね、オクタビアンなんですけども、若い男の子役、男の子というか若い男性役なんですが、これはですね、ズボン役と言いまして、メゾソプラノの女性が、演技をするのが通例になってます。はい、これは、そうですね、男性はやらないですね。声が結構高めなので、普通ですと、メゾソプラノの女性がズボン役といって男性の、メイクをして演技をするということになってますので、まあ、ベッドシーンなんですけども、別になんかだからってこう、まあ、本当にするってことは絶対に、まあ、ないですね。まあ、朝のシーンでもあるのでね、まあ、なんとなくこう2人でベッドの上で仲良くしてるっていうシーンが一番最初です。はい、で、ですね、それでこう2人でこうなんか寄り添いながらベッドの上で朝食取ったりとかしていると、その男爵が、訪ねてくるんですね。で、男爵がその女たらしの男爵がちょっと公爵夫人お話をしたいんですけれどもって言って、来ると。で、その公爵夫人の家に男爵が来るので、大急ぎでこのオクタビアンは、まあ、着替えて逃げようとするんですけど、まあ、入り口から堂々とその男爵夫人が、ごめんなさい、その男爵のオックスが、その召使いなんかと入ってくんで、そうそう逃げられないんで、このオクタビアンはですね、女装をするんですね。で、駒使い役の女装をする。で、その他の駒使いと一緒になんかこう仕事わちゃわちゃわちゃとか言ってして、なんとかその場を切り抜けようとするわけなんですよ。で、そうするとですね、この、男爵がですね、このオクタビアン扮する、このマリアンデルっていう名前にオクタビアンが変えて、私マリアンデルですって言って、男装をして、あ、ごめんなさい、女装をして他の小物買いに紛れているところに、オックス男爵がこう目ざとく、なんかこの女は可愛いのって言って見つけるわけですよ。で、男爵は、この召使い、なんかこうなんか品のあるいい顔をしてるから僕にくださいっていう風に公爵夫人が言うんです。あ、公爵夫人にお願いをするんですね。で、公爵夫人は、それはちょっとダメよ。公爵夫人はその変装したこれがオクタビアンだっていうのを分かってるので、で、こう、いや、それはちょっとできないのよっていうのを濁しながらですね、こうちょっとこうやり取りを、男爵夫人とするわけです。うん、で、そこに、まあ、その後ですね、男爵夫人の、家に、例えばお洋服を作ってくれる人とか、ちょっと演奏してくれる、ちょっと室内楽を演奏してくれる人とかですね、ゴシップを売る人とかですね、いろんな人が入ってきて、まあ、公爵夫人に、こう商売をちょっとそこでするわけなんですね。で、そのシーンでですね、一人イタリアのテノールがいいアリアを歌うシーンがあって、これはまた、本当にそのテノール歌手はそこだけしか出番がないんですけども、いい曲なんで、ちょい役としてきちっとしたアリアが歌えるっていうのでは、オペラ歌手として、まあ、
駆け出しの頃ですね、よくやられる大事な役ですね、はい。でまあそんなシーンがありまして、でまあバタバタとシーンがあって、でまあその人たちが帰っていく時に、まあ、紛れてオクタビアンも、まあ、女装しているオクタビアンもそーっと、お城から抜け出すと。で、どうしようかなと、公爵夫人が思ってですね、で公爵夫人と、男爵がね入ってくるのは、なんで男爵が入ってくるかっていうと、これこれしかじか僕はソフィーと結婚がしたいんですと。で結婚がしたいので、その習慣に基づいてバラの騎士を立てなければいけないので、誰か、バラの騎士になってくれて僕のその結婚を、したいというプロポーズになる、そのバラの銀のバラを届けてくれる、人を探してるんですけれども、誰かご紹介いただけないですかっていう話を、この男爵のオックスがしに、公爵夫人のところに来るわけです。で、それでですね、公爵夫人が、どうしようかしらねって思い、でふと、あ、じゃあオクタビアにその役をやらせましょうと、自分の、まあ、不倫相手なんですけど、あ、じゃあ彼にやらせましょうっていうふうに言って、じゃ あ, いいですよ、ご紹介しますよと言うと、でそこで、男爵は、帰っていく。でまあ それでもその、オクタビアンも、うまいこと逃げた。それで、公爵夫人はですね、いつかこの可愛い可愛い私の不倫相手は自分の元から去っていくんだわって、ちょっとこう郷愁に浸りながらですね、まあ、その役を やらせてあげようかなっていう思うわけです。 で,、オクタビアンをもう一度呼びまして、正式にオクタビアンが来る。オクタビアンは今度はまたきちっとしたその彼の、伯爵としての、きちっとした乗馬服を着て凛々しく、入っていくと。でそこで、こうこうこうで男爵夫人に言われたから、そのあなたはバラの騎士としてソフィーのところに行ってバラを届けてちょうだいねっていう風にお仕事を依頼すると。でその時にですね、またここに、この男爵夫人とオクタビアンのこうちょっとしたいざこざがあって、でもあなたはそのうち私の元から離れていっちゃうんでしょみたいなちょっとした愚痴を言うわけですよ。とオクタビアンはまだ若いんで、なんでそんなこと言うんだよ、僕は君を愛してるよとかってこう言うんですけど、でもねとかって、いつかね時間っていうのは変わってっちゃうのよなんていうアリアを歌います。でまあ、そんなところで、一幕が終わると。でまあそれで、オクタビアンは家に帰っていって、この男爵夫人は一人で残って、ちょっと郷愁にふけると。自分はまあ年取る、だんだん年を取って女としての魅力がなくなっていくわなんていう郷愁に二人だけ浸りながらですね、銀のバラをふと思ってオクタビアンの家に、届けるように、その手はずを取るっていうところで、一幕が終わるということになってます。曲がいいのでぜひぜひ聴いてください。ただですね、曲はですね、カルメンとかみたいに簡単な感じではなくてですね、オーケストラがすごくこう波を打っている感じがずっとあってですね、パキッパキッとこう、あ、ここからアリア、ここからメロディーが口ずさめるわみたいな曲ではないので、ちょっと上級編なんですけれども、それでもこうなんかウィーンの貴族界のエスプリみたいなのがすごく感じられるので、ぜひぜひ、聴いていただきたいなと思います。はい、今日の、ドイツ語コーナーはバラの騎士というこの、作品の、言葉になっている、これバラと騎士と2つの言葉になっているんですけど、最初のバラという意味の、ローゼンという言葉をお伝えしたいと思います。ローゼ、これは R-O-S-E、 この R がですね、ドイツ語はルッと、喉の後ろで巻くので、これは日本人にはかなり難しい発音なんですけれども、うがいを、水をしないでうがいをするっていう練習をするとルッっていうのができるようになるので、練習してみてください。これも女性名詞です。は
はい、ではまた、ごめんください。明日はですね、2幕の方をお伝えしていきたいと思います。アフビダゼン、ビスモーゲン、チュース。